まあ2回攻撃はこいつないんだけどな。はい、帰ってきたです、スペシャルです。はい、スコアアタックにも呼ばれなかったかわいそうな魔王なんですけど、まあ2回攻撃はないんだけどね、まあ油断はできないっすよね主人公いる以上油断はできねえな。何が問題かっていうと、さっきのゾーマみたいに、技が読めないんですよ。2回攻撃こそないんですけど、まあ、いろんな属性を使ってくるとか、一つの特技物理とかに統一してないとか、そういった意味では結構な強敵なんですよね。ちなみにパーティはね、弱点をつけるベリアル、そしてマグマの杖ですね。はい、ドラゴンはタンクです。ダースドラゴンでもいいんですけど、本当は。まあ、むしろ賢者ってダースドラゴンなんですけど、まあ、ドラゴンも連れてきましたよ。はい、イオーラで弱点を取っていこう。ナイス !530! あー、結構出んな。さすがに賢者強い。うわ、来た。いや、メラゾマでもだ、ドラゴンがいるから、メラゾマ大丈夫だと思うけどな。ベリアルがまあ雑に食らうのは目に見えてますけど。ですよね。ベリアルベリアルが雑に食らいすぎなんだよな。耐久力がね、これ前の動画とかでも説明してるとは思うんですけど、賢者って重いのか耐久ないです。頼みます。とりあえず、火力は出るぞ火力だけは出る。行くぜ連爆スーパーイノスン !400 でくれ !400 は出るでしょ。オーケー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 。難しいところだな。ここだな。34凍てつく波動がある。34に凍てつく波動があるっていうの分かってるんで、2ターン目はフルアタなんですよ。2ターン目がフルアタならここでやるしかないじゃない。黄色マックスです。やった。 OK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 
まあなんだかんだ言うて、まあただ3、4には一応まだ凍てつカードの可能性は残ってます。爆発呪文の二重層、とりあえずこれで430出るのはでかいな。火力は大丈夫そうですね。なんで怖いね、やっぱ耐久値か。いや耐久値が不安すぎるんだよなこいつら。とりあえず天使のローブで毎ターン70回復って意外とバカにできないんで、これで耐久力はね底上げされてるから、これでよし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 、いいよいい、大丈夫、そのいい回復、いい回復、それで確定数変わってくる。もう本当に天使のローブって結構優秀なんですよね、70毎ターン回復するって。だからこれの耐久力でちょっと耐久力底上げして、5ターン目になったらフルアタになります。5ターン目に全部特技なんですよ、唯一5ターン目は2つとも特技なんです。いいですか、ラッキー、これラッキーよ、かなりラッキー、いい勝ち筋が見えてる、勝ち筋見えてきたよ。4ターン目はねメラゾームかイテツカードの卓なんですけども、まあこれだったら耐えれるんじゃないかなと、結構余裕を持って耐えれるかなと。これラッキーな、おいおいお前の問題、お前出すの開始おすぐき爆発呪文4二重層、とどめ圏内までは行ったね。オッケー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 、とどめ圏内は行った、よし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 、いいよ、つばぜね勝ったことで勝ち筋が大きく上昇してるのもでかいですけど、ここで何来る、あーまあ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 、さっきのダメージ見るにこれは余裕で耐えれると思うんで、これはもう勝ったかな、これ勝った流れは来てます、はい、勝った流れ来てるよ。あとはもうとどめ圏内も削るだけですけど、呪文なんで大丈夫ですね、はい。これこれ好きだわイオとイオでイオナズン、はいはい、重てぇ、処理重てぇな、イオ来てまった、いいよいいよ、あれ SP 使ってねえなよし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 、スーパーイオラスよりイオラの方が出ちまうのは本当になんか文句言いてぇわこれ賢さの差ってやつなんだろうな、悲しい坂だな。よし頑張った頑張ったよお前ら、フォーカでやってきました、おっさんを呼びます行くぞみんな、おっさんのみんな集合ってもうなんか違う人までやってくるんですけどねあ、そういえばデスピザを倒した時の最初のパーティーってライアン、トルネコ、ブライだった気がするな、うん、そうだ、俺デスピザローをねおっさんだけで倒してた。
うん。ミニアとかクリフトあんまいなかったわ。最終的に世界作ったのおっさんだったわ。トラウマが蘇ります。だっ、だっ、だっ、なあ、なあ、なあ、なんだっけな、こいつ。曲がいい。あれ、こいつなんか白目で負けた気がする。過去の俺はここで白目で負けていたのでは？なんかちょっとしたトラウマが蘇るんですが。でもこいつの名前が思い出せない。いや、なんかこいつになんか相当のトラウマを味わった忘れた覚えがあるんですけど、いや、なんだろう。名前が思い出せない。で、弱点がですね、炎爆発なんですよ、ミルドラスの。なので、さっきのパーティーがそのまま使えます。はい。爆発呪文弱点が被ってますんで、まあ、打点は取れると思うんですけど、さあ、先手を取ってくる、イテツカドが毒撃の、タクー、イテツカドウ。なるほど。赤目になるとですね、ちょっと怖いのが、ちょっと、これミルドラスちょっと怖いことが一つありまして、あの、いてつカードがマジで多いんですよ、こいつ。おーい。いてつカードがこいつ、実はマジで多いんですよね。まあ、びっくりするぐらいちょっと多くて。ワンチャンこれね、5ターン目の後半にも、そう、5ターン目にもいてつカードを打ってくるっていう、とどめの一撃を一度防止したいっていう。そういうタイプの魔王なんで、もしかしたらこれ削り切りワンチャンがあるんじゃないかっていうレベルです。そう、ワンチャンこれ削り切った方がいいんじゃないかっていうレベルのね、波動中です、こいつ。いてつく波動中なんですよ、本当に。もうどんだけとどめの一撃は憎いんだと。ただその分攻撃はあんまり強くないです。ただ、デステイルとかの麻痺は健在なんで、これ、それが怖いね。火力は出てる。デスピサローより賢さ高いな。200ぐらいあったもん、賢さお前。いや、弱点は取れてるから、弱点は取れてるからね、うまいこと削ってほしいとこではあるんですけど、6000をやっぱ削るのは、一人で削るの難しいからな。洗礼で入ってくるか。まあね、おっと、ベリアルが受けていく。ベリアル、なぜ避けたよ。OK、ベリアル。なんかベリアル。おかしいっすね。ベリアル避けるモンスターじゃないっすけどね。なんか僕が使うとね、ベリアルはやたら避けるんですけど。そんな受けませんからね、皆さん。やるしかねえ。ここ勝つしかない。勝つしかねえな。遅い！見えて、いや、勝てる！大丈夫。気持ちで負けちゃいけない。いける。オッケー、気持ちには負けなくか。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。オッケーオッケー、よし。おい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 、なんだお前。とりあえずとどめの一撃を打たれることは なくなったんで、勇気をうまく貯めれるかどうかなんですよ。そう、そこにかかってる。こいつがいてつカードをいっぱい打ってくるってことがあって、とどめの一撃を打てなかったらかなり厳しい。あと3、だって今4ターン目でしょ？最終ターンまであと3ターンしかないのに3800を削るのは難しいんだよな。いや、きついな。だから、つばぜで勝っても安心できないんですよ。とどめ圏内にはいけるんだけど、安心できない。さあ、このターンは魔性の毒域かいてつかの卓です。これはね、これはね、毒だから、多分、これはね、勝ったね。ベリアルがスーパーイノゾン選んでる関係上外すのは絶対ないんで、まあそう考えるともう勝ちですね。あんまりなんか警戒しなくても勝っちゃった。はい、行くぞ。恐るべき、爆発呪文の二重奏。はい、よいしょ。勝っちゃったわ。なんか恐れてることが起こんなかったわ。そう。なんか、あさりだね。まあ、所詮ストーリーの敗北者じゃけ。さあ、うちのエースがやってきました。いきます、エースの攻撃。エースいっぱいおんな。いや、エースいっぱいおるぞ。これ、しかもエースが言ってるの、白ひげいっぱいおる。なんか今赤犬がいっぱいおった。なんか色的にどっちかというとあっちが赤犬なんやな。お隣になるよ、ミルドラス。お前、レジェンドクエストで、まあ、赤目でもいいとこなかったじゃねえか。白目のつばぜで強くなるだけじゃねえか。
わざわざ第二形態でね、赤目になる必要ないんですよ。もうね、ゲームだったらね、最終形態になってね、赤目だったんですよ。この形態で赤目じゃなくてもいいでしょうに、ね、わざわざ。さあ、怒った状態の、第二形態。お供は最後のキラマシンツーという弱点を取れるモンスターにしてあります。武器はね、覇者の剣。まあ、ここぐらいしか使いところがないんじゃないか。もはや、ここぐらいしか使いところありません。とりあえず弱点は取れてます。で、レスタムアっていうのは、1ターン目、2ターン目を確実に防ぐ方法あるんですけど、2ターン目の方を防ぎます。ちょっとね、2ターン目の技にね、あ、ナイス2ターン目の技のダブルテールっていう技がまずくって、キラーマシン2がダブルテール弱点を取られちゃうんですよ。なので、まあ2ターン目を確実に防ぎます。スラブラスター召喚ナイスいい弱点、いい弱点取れてるよ。さあ。現場剣から入ってくる。そう。でも結局現場剣かフリーズホンだから結局ね、状態異常される可能性があるんだけど、ここ食らうかぜー。結構食らうな。さあ、コロンちゃんが混乱するか。コロンちゃん混乱するか。さあ、ここはまあ防いでおきましょう。ダブルテールが怖すぎます。また、ダブルテールのほか煉獄の竜巻っていう物理技なんで、まあどっちも物理ですというか。なので大丈夫です。とりあえずここで大防御を防いでいきましょう。まあ一体混乱ならいいかなっていう感じですね。さあ、このターンにね、できれば覇者の炎で行くんかい。まさかのそっち使うんかい。いけ元祖レア武器200分の 1! ナイス、いいダメージ、いいダメージ、いいでよ。いいダメージ出てるよ。かまいたち行ってこい。一つ目バカ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 、やべ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 、何をするか。ちょっとサイコロちゃん、いけ、信号操作からスラブラスター、かっこいい。いやー、どうなんだこれ。ここは防ぐけど、3ターン目か4ターン目か今迷ってきてるんだけど、でも3ターン目に仮にフリーズホーンが来た場合、そうだよな。いや、3ターン目にやろう。つばぜり、正直今すごい待ったんですよ。まあ、ここは3ターン目にやろう。うん、やっていいに。ちょっと怖いんだけど。4ターン目にダブルテイ食らっちゃうんだけどね。やるしかないな。なるほど。いけるでしょう。謎の自信があります。よっしゃ、自信通り。あそこだったら俺いけんだな。まあ、あそこで黄色の最大と同等みたいなもんだからな。あとは頼むぜ、お前ら。とりあえず、ダメージ出していかないとダメだね。状態上のせいでダメージが思った以上に出せないんだよな。これとりあえず当ててもらって、当てて、あと1000か。あと1000か。できればこのターンに勇気を貯めてしまい、勇気を貯めて削り切ってしまいたい。ダブルテールか現場剣。次は。さあ、ちょっと怪しいところですけど。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ、それは。それは待ってくれよ。現場剣。いや、主人公あたりが受けないか、ガードとか。それはあるよ。そのチャン、関さる。ナイス、それはいい。それはでかい。それはマジででかいぞ。まあ仕方ない。ここのコーナーは仕方ない。これだいぶでかい。これマジででかいぞ。ワンチャン、残った。ワンターン残ってる。次のターン、凍てつく波動はないから、あと600だ。頼むぞ、お前ら。頼む。それは当ててくれ。お前、最高ちゃん、それは当ててくれ。2体当てればいけると思う。ナイス。いいよ。で、よほどのことがない。1200ありゃ耐えれると思うけど。頼むぞ、お前は当てろ。主人公は当てろ。はい、ナイス。勝てるかな。勝てた、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 勝てた。よしよし。いける、いける、いける。大丈夫、大丈夫。もういける。信号操船。よし。十分。多分耐えれると思うけど。いやー、これどうなんだろう。いや、さすがに大丈夫だと思うけど。どうだ、よし、順調。
よし、これが銅のバランテでございます。いくぞバーバラー。よしよし、いやここ濃いのでかいな。やっぱ初見の時ここで負けてたからね。つばぜれさえ勝てれば耐久化確保できるってやっぱでかいっすね。まあつばぜれは結構散々な目やってるけど、もう連打で何とかしてる。もう疲れてきてんじゃねえか俺。俺負けなしにどこまで行くんだ俺。どこまで俺負けずに行くんだろう。